皆さんこんにちは、テコデザインの梅門です。今日は栗岡を呼んで梅門ラジオをやっていきたいと思います。一瞬ね、栗岡と一緒にフリー人事労務の案件に入ったことがあったんだけど、この間すぐ終わっちゃったので、その後元気してるかなと思って気にしております。いや、なんか忙しいな、気持ちが忙しいです。本当にどうしてこんなに案件が来るんですか？すごいね、めでたい。ちょっと違う方のが来たよね、型が違うやつね。そうですね、同じのだったら いくつあってもまあいいんですけど。そうそうそう、なんとでもなるんやけど。栗岡さんと出会ったのはこの間フリーの案件で一緒にやらせてもらって、かわいそうに全ての設定を任されていましたよ、はい、そうそうそう、任したの全ての設定を犯人は私ですね。あ、そうですね。なんて悪いんだと思いましたね。びっくりしちゃった。しかもそのお願いしたやつがスムーズにいくかと思ったら、途中からなんかちょっと難しい、ね、そういうか怪しくなっちゃって。なんか最近どんな仕事してますか？私はカスタマーサクセスなんですけど、基本的に勤怠の案件が多くって、勤怠の案件のカスタマーサクセスと、最近はちょっと給与が増えてきたりとか、あとスマート HR も1件だけ入っているって状況です。おお、近代で一番多いプロダクトは何ですか？一番多いのはハーモスですね。そうなんだ、だから一緒になることが少ないんですね。そうですね、確かに上門さんと一緒になった案件ってないですね。ハーモス慣れてきましたか？徐々に。遅延がすごいんですけど大丈夫でしょうか？栗岡さんって道民なんですね、どさんこなんですね。そういえば、あ、どさんこです。どこですか？育ちは札幌なんですけど、生まれは帯広。帯広って右下の方？あ、そうです、そうです、右下で。そうなんだ、私北見に2年いたのに帯広にはあんまり行ったことない。私は幼少期を旭川3年、北見2年で過ごしております。え、幼少期ってことはもうほぼほぼ記憶にないぐらいの感じですか？あ、いやいや、ティーンエイジャーって感じです。なので全然記憶はあるし、すごいいい思い出。帯広は生まれてから何歳だろう、 4歳ぐらいまでしかいなくて、その後釧路に行って、小学校1年生から札幌です。むしろ覚えたの。そうなんですね、誕生するの。めちゃくちゃ転勤族だったので、はいはいはい、北海道内の転勤族だったんです。私の小学校6年生の修学旅行先が釧路で、はい、で超雨降ってんの、あの霧とか多いじゃないですかそうですね、結構雨に打たれながら小学校6年生みんなで地引き網をするっていう、すごい強烈な思い出がありますね。ちなみに修学旅行はどこだったんですか？小学生の時の修学旅行先が思い出せないんですけど嘘でしょ、嘘でしょ、覚えてないんだ、かわいそうに思い出せないんです。なんか遠足だったのかどっちかが分かんなくなっちゃってるんですけど、中学校は青森、秋田、岩手で、高校の時は大阪、奈良、京都。なるほど。中学の時に行った青森、秋田、岩手は津軽弁がすごいバスガイドさんが案内してくれて全然何言ってるか分かんなかったです。面白い。青森なんですもんね。そうそうそう、結構訛り強いんですか？全然お話強いのが喋れる感じ普通も喋れるけど高校卒業と同時に確か上京してたと思うんですけど、はい、何系の専門だったんですか？服飾です、ファッション系。え、そうなんだ、じゃあ朝ちゃんと一緒なんだね。あ、なんかすごい、あの梅ラジ聞いててめちゃくちゃあの雑誌のくだりすごい共感してました、うんうん、でなんかさ、朝ちゃんは昔金髪だったって言ってたんですけど、栗岡は何色だったんですか？はい、私も金髪の時もあれば、あの赤の時もあれば、なんかやってました赤って真っ赤な赤？真っ赤な、あ、結構赤で、それこそあのスタンプでデカちゃんのスタンプ
あのスラックのスタンプにデッカちゃんがあるんですけど、あれはナチさんが作ってくれたやつで、昔の私を表現してくれてるんですよね。そういう意味なそういうことなんだ。ちょっと復習しますね。それが今、なんかこんな清楚系の人で普通にオフィスワークをしてるということが考えられないんですけど。専門卒業してからファッション系の仕事に就いたんですけど、その後に一般企業に就くことになって、普通の人になろうっていうか、普通の見た目になろうと思って今に至ります。何このアイドル卒業宣言みたいな感じ。違います普通に戻ろうみたいな。ファッション遍歴は古着が大好きで、一昔前にその青文字系と赤文字系っていうのなんか流行ってたの覚えてます？わかりえ、ます。何それ。わかわかる？ります？の青文字系がめちゃくちゃ大好きで、え、イエえ、ベ例ンえみば青文字系の違う違う違たいな。青文う違う。字、青文赤字文系って字？例えばの雑誌で言うと、なんだっけ？ミニ？ジッノンノ？あ、パ違うか。ー。あ、でも、ミニとか、あとジッパーとか、あ、そっ男性ちでがガ言うチガと、チの古着系ですよね。キャンキャンはい。ジェジェ。が赤赤文文字字。系？赤ジッか。パー、キュあ、そうです、そうです、そうです。ああ、青文字だったのね。青文青字文字系だったがのめちゃくちゃ好きです。家部でじわってますね。え、そういうことじゃなくて、全言ってること一緒なの？然一緒なの？違う。ちなみにどっ社ち？長、イエベとかブルベとか分かってますか？イエローベースとブルーベースでしょ？違そうか。の意味するところ。なんかどっちかが上だよね。そういう、うんってえ、なん何、か、上って どっちかが上じゃなかった？あれでしょ？コスメのやつでしょ？これでいきますみたいな。専用の、何？パーソナルカラー診断みたいなやつ。違う。上とか下とかないの？なんかどっちが上 上下とかなのないかですよね、な。根本。嘘。上下関係はないと思うんですけど、その何、どういう色が自分に似合う肌合うかか。の傾向？ブルーベの方が上って聞いたよ、俺は。あ、でも、もしかしたらそういう潜在的な意識があるかもしれないですけどね。ほら、ブルーベマウント。出た、出た。あるある。ブルーベ冬マウント。いや、違うのか。まあ、初耳ですね。面白すぎる。梅門さんは何部ですか？いや、全然部が分かんない部です。え、で、その何？ジッパー系のゴリゴリの古着を着てて、髪の毛金髪でした、赤真っ赤でしたみたいな時代が、その10代から専門あたりってこそうと。ですね、20前半までぐらい、22、3ぐらいまではそうでした。そしてその後は何時代？その後は普通時代。一般人に戻ったんでしはょ？い、で、一一般般時人宣代。言の時ね。そうですね、普通の当たり障りのない感じになろうと思って。だから今抑えてるんだ。あ、でももう最近は別に古着にときめかなくなっちゃったんで、もうそもそも興味がない。もうそんなに興味はないです。難しいんだけど、表現が。はい。なんか見た目だけとか、着てるファッションとかじゃないんだよ。何かの花があるんだよね、栗岡さん。わかります？このどことか何とか、比べてとかじゃないんだけど、オーラみたいなのがあるんだよね。それってなんか身長が高いとかそういうことあ、じゃでないも、ですわか？かる。まだ高い人結構いるから大丈身長高いですね。オ私ーはラたベだーでス。かいだけですオよ、ラベ、オラもうベ。身長も。栗岡さんは多分何着ててなんもか、ちゃんとオーラが出そうですよ。なんか姿いや勢とかもあるんじゃないかな、その身長とかじゃなくて。あ所作とか。確かにすへえ、ごい良かっ初ためて言わ姿勢れましが。た。未来坂でさ、ただ飲んでるだけなのに、すごい摂取性良かったもん。見られてる。そんなところ見られてると思ってなかったんで、恥ずかしい。じゃあ最近はもう古着にときめくこともなくなり、マイルールみたいのってあるんですか？そうですね。マイルール、あんまり色使わないことですかね。モノトうん。色数を抑えてる。あ、そうですね。色数を抑えた3り。色以内とか。あ、確かにそうかもしれないです。なるほど。あと、まあ、体型に合ったものをなるほど。選んでます。なんかそんな偉そうに言えることじゃないんですけど。
何もそんな偉そうなことなかったですよ。今全然なかったですよ。あの一般じゃなかったからさ、やっぱりもともとは。ね。まあまあ、そういう、その道の人だったから。その道の人。ちなみにその道の人の時代の友達たちも、まだその道を行ってる人もいるってこと？いや、結構みんな変わりましたね。うん、大人になりましたね。やっぱり。一般人宣言みんな、まあ、宣言せずに変わってる。めちゃくちゃその時の写真見たいよね。見たいよ、今度本当見してほしい。なんか、あの眉毛パッツンとかしてなかった？めちゃくちゃしてました。あ、分かる、します、します。ピー揃えるの？ここ眉毛上 で、もう基本ショーとかあのおかっぱだったんで、おかっぱってかボブ、うんうん、だったんで、大丈夫ですか、ね、音が聞こえない。いや、多分今ね、次のお便りを探してんだと。あ、いや、そう、栗岡に何聞こうかなと思って。全然絡みないですもんね。そう、でも K-POP が好きなことは知っています。ありがとうございます。あの、鳥貴族でさ、まあ、なんか忘れて、マジで覚えれない、最近。なんだっけ、アンビシャスじゃなくて、貴族の、あれ、なんて言ったっけ。あの、合言葉を言うと、あ、なんかもらえる、はい、ね、あの私が好きなグループと鳥貴族が一時期コラボしてて、とある合言葉をレジで言えばその人たちの顔がプリントされたコースターがもらえますみたいなキャンペーンをやってたんですよ。へえ。それをわざわざもらいに行ってたっていう。その時代に合言葉ってすごいアナログっていいですね。山川みたいなことでしょ。うん、そう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 、レジで言うとそれがもらえるって言って、なんか何人かで行ってて、CS で行ったのかなって。そうですね、大体ね。で、次の週にまた行きますって言ってたから、いや、うちの近くあるから、なんかそれ、もしあれだったらもらっていくよって言ったら、いや、その店舗ではやってませんみたいな、なんか限定だったよ、ね。何枚もこう柄が揃ったってこと？いや、13人いるんですけど、メンバーが13分の2を当てたかったんですけど、うんうん、合計4枚引いて1枚も来なかったです。1回につき1枚、1人につき1枚か。あ、あ、そうか、うん、で引けるのね。なので今手元行ったけど、あの家にあるのは自分の好きなメンバーじゃないやつ、ないやつある。一番欲しいもの、電子レンジ。電子レンジ。ね、ちょっとそれかぶってるよ。すごい流れ。また何、ゴキブリの話これ？違う？違う。さすがに電子レンジがなぜないのから聞いた方がいいんじゃない？電子レンジはあるんですよ。あるの、うん？あるんですけど、もう10年ぐらい使ってて。だから温めた時に まだらに温まるんですね。ムラね、ムラムラ。もう冷たいところと温かいところが点在するわけ。はいはいはい。だからもう無理だろうと。だから新しいのが欲しいなって思ってます。まあ、それかあと掃除機ですかね。家電系が欲しい。家電系。あの吸引力が落ちないやつが欲しい。そうですね。なんかいいやつ。いいやつ。あのこう新しいやつ。歩いてくるやつじゃなくてね、こう部屋を自動で。ああ、何でしたっけ、ルンバ？ルンバとかアイロボット。確かにルンバも欲しいし、普通の掃除機も欲しいです。あ、両方？なんか翔くんが以前シャークの掃除機がいいとか言ってましたよね。シャーク。シャープじゃなくてシャーク、あのサメのシャーク。どれもすごい高くて、ちょっと買ってみようかなって思うにはなんか4万とか5万とかするからビビっちゃって買ってないんですよ、私も。確かに結構しますね。あのダイソンよりはって感じですけど、新しいレンジ買うのにオーブン機能はいるかいらないかどっちか必須で。オーブンレンジだ。しかしたまになんかベーグルたまに作ってて、すごすぎる。生地からあでも簡単ですよ。あの強力粉に、うん、あのベーキングパウダーとお湯、水と砂糖と塩入れて、うん、こねてちょっとだけ発酵して茹でて焼くだけです、うん、結構今工数あったけどね。茹でる、一回茹でるんだ。あ、一回あの焼く直前に茹でるんです。茹でるんだ。でも全然簡単ですよ。え、これが全て入ってる粉とか売ってるって？いや、もうそれぞれを自分で入って、多分強力粉とベーキングパウダー買えば普通に砂糖、塩、あ、本当だ、ドライイースト、おお、本当だ、茹でる用って書いてある。
あ、でも、あの発酵時間入れたら1時間ぐらいかかっちゃうんですけど、はい、でもそれぐらいで作れます。冷蔵庫で何日ぐらい持ちますか生地のまま。え、生地のまま、うん、焼いてからも冷凍とか。あ、そうですね、焼いてからもがいきます。多分発酵しすぎて、あ、そっかそっか、ことになっちゃうと思います。そっか、全部焼かなきゃ。へえ、めっちゃ簡単そう。でも確かに、はい、簡単です。あの冷凍できるので、ね、週末になんかいっぱい作って。そうね、なんか大体さ、売ってるベーグルでかくない？1個。ああ、確かにでかいかもしれない、ね。なんか朝あれ1個無理じゃないみたいな時あるじゃん。もう一回りちっちゃいと、なんか食べようかなと思うんで、はいはい。これかーっていうのが。なんか、デコスタから拾っていただいてありがとうございます。たくさん食べても太らないように、今年は運動頑張りたいとデコスタで言っていましたがということですが、あの、6月の頭にジムを契約しました。おおすごいすごいすごい。どんなジムですか？パーソナル？え、全然もうただただ自分で行って、あの、有酸素とかするだけなんですけど、その、あの、先週、ん？先々週の日曜日から行き始めて、で、月曜日に用事があって、あの、早退させていただいたんですけど、うん、その後も時間があったんでジムに行ったんですよ。うん、そしたら、帰りに土砂降りに当たっちゃって、多分それで今この喉なんですよ。それ中ちゃん言ってたわ言ってた。だからそっからジム行けてないですかわいそうに。そうよ、そうだ、そうそう。なんかさ、その日に火曜日かな、あれだから、あの、あ、そうですね、俺がめちゃくちゃ咳してて、ごめんちょっと喉飴もらうねって言って絶対次の日なんか喉痛くなってきましたって言ってたから、あ、やばーと思ったんだけど、もう雨に打たれてた。はい、雨に打たれてたので、全くあの誰かのせいじゃなくて自分のせいで、ね、しかも運動した後だからね、はい、めちゃくちゃ体冷えちゃって、あ、っ再開しなきゃいけない。そうですね、ちょっと咳が治ったら再開します、うん、で筋肉をつけて、うんうんうん、たくさん食べたいから、食べるのは運動します。正しいと思う。あるでしょ、だから制限してるってことでしょ、その食べたら太っちゃうから。そうですね、でもなんかあの確かにトレーニング行く理由ってそうだと思って、その痩せたいから我慢するんじゃなくて、食べたいからトレーニングするが多分正しいと思う、うん、順番としてね。で言ってなんかと体でかくしたいとかって変な欲が出てきちゃう。変な欲が。そうですよね、体大きくしたい方が多いと思う、ね、でもあのイトチンにがうちに入る前の時に、まあもともと知り合いだった、はい、あのじゃあオフィス来てよって言ってなんか顔合わせする日が、あの遠くから見て別人だと思われて、あのでかくなっちゃって、へえ。じゃあ最初に買った CD の例のあれを教えてください。一番最初に買った CD はヒロロのベストフレンドです。うわー、マジか。北海道だから、あ、違う違う、あの人たち沖縄だった、関係なかった。そうです、あの朝ドラでチュラさんってやつやってて、当時やってたね。それの主題歌がそのヒロロのベストフレンドだったんですけど、あのドラマがめちゃくちゃ大好きで初めて買いました。買いましたっていうか多分買ってもらったんですけど。なるほど。え、自力で買った最初の CD も覚えてますか？え、自力で買ったのは多分オレンジレンジです。あー嘘嘘嘘嘘。その北海道の反応なの、沖縄。あ、確かになんかそっちに憧れてる。でも沖縄に憧れてる。確かに、ね、すごいね、オレンジレンジと、オレンジレンジアルバム、オレンジレンジのオレンジレンジかって言われるアルバムか。ああ確かに沖縄、沖縄でのすごいね、スイング幅が。確かに全然意識してなかったんですけど、うん、確かに好きな芸能人も沖縄の人います。なるほど。沖縄の岸本セシルちゃんっていうモデルの女の子が好きなんですけど、その子沖縄です。感動がすごいね、なんか面白いですね。なんかすごいね。食べ物とかもそうなるの？いや、食べ物は全然北海道が好きです。まあそれはね、北海道でうまいもんな。結局。次の帰省予定はありますか？帰省予定は今のところないです。帰省予定はありません。はい。じゃあ、あの、でも札幌だったら結構ね、安いのバンバン飛んでていいですよね。そうですね。何だかだった、結構遅れたりとか、うん、閉めるのが早いんで、うん、だからいつも羽田使っちゃいます。あ、なんか